猿の落胆が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。は？所詮は猿よ、偽りの王国よ。熱血野郎なんだ目じゃねえ。総大将は竜王だ。王格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の王者だが、より活躍した軍の主でどうだ。うん、それがしにも依存はない。お前はどう思う、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で伝えるいい機会だ。おお、ならばなおさら破れるわけにはいきませぬな、マサメさん。誰にこれ。ダメの軍馬は展開し、なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。片や勇猛、片や暴走、なんという由々しき組み合わせか。レッツゴー、小次郎。ギョッ、この手で切り開く。行くのだ、サンキュー。了解、やりごたえのあるお仕事だね。そなたの生き様、しかと見届けた。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての、うん、さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつだ。サスケ、くれぐれも気を抜くな。あらら、俺様ってばこれだけ働いても信用ないのね。クジロ、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗様、この場を信用し、その暁に政宗様こそ王の意味合いを変えるお方だ。ひたすら意味嫌われるのは、てめえが最後でいい。は、小物の親も所詮は小物か。恐れられる覚悟もなしに王を語るなど失笑ぞ。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将さ。悪いようにしねえぞ、現代死ぬ。俺の代わりに見定める、真田幸村。政宗様が冠された王という名のありよう。固くなく秘伝の思いと忠義にかけ、必ずや。迫られたな、あんたらの詰めが甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。秘伝の軍こそいささか奔放に過ぎよう。てめえら群れりゃいいってもんじゃねえぜ。こんなとこでつまずいてられっかよ。ですよね、きっと。拝礼に訪れてくれ、思考の妖怪。見ろよ、このビシッと決まった髪型をよ。バカな、他ならぬ貴殿と組んでのこの手たらく。それだけ手ごわい相手ってことだ。上等だとは思わねえか。一つ残ってりゃ十分だ。二つにだって戻せんだよ。一利天、三千大勢を見下したわ。やはり格別です、こうして共に駆け巡るのは。イノシシ武者め、手番は交互に回すものぞ。この目に焼き付けていきな、足軽の誇りってやつをよ。
断じて我が身が魔の者へと変わっていくの。眷属が席ここに果たせ。あなた映し鏡となり。おいのり、いざ進撃。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。まさに鬼神がごとき戦ぶりよ。これ式で世を遮りうると思うたか。オーケーオーケーオーケー。ようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃねえか。貴殿との偽りなき上限、定めるは恐ろしくもあった。テクテージ、気楽に行こうぜ。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよう。ヒット、たかが鱗の一枚っすよね。世が良くするはただ一つ、静止外に満ち溢れし製造。急ぐ、地に突き立てり。存全世界のいずれにも世を制しうる者はなし。